バーンピン駅は、タイ王国北部プレーケンローン群にある、タイ国有鉄道北本線の駅である。バーンピン駅はタイ王国北部プレーケンの人口約5万6千人が暮らすローン群にある。駅の正面側は西向きであり、道群のタムボンの一つであるバーンピン町の中心部に位置する。バーンピン町自体は、人口7800人ほどの小さな町で、市街地には、 個人商店以外には目立った商業施設や宿泊施設等もなく、北線の特急停車駅の中でも、ひときわ周辺人口の少ない駅であるが、12,300人の人口を要するホワイオ町など、隣接する町村からの利用客も多い。当駅は、首都バンコクから 563.86km 地点にあり、特急列車利用で8時間程度である。 東駅と北側の隣駅との間に全長130.20メートルの不合ラ乱トンネルがある。二当駅であり一日あたり10列車が発着しその内訳は特急に往復、急行1往復、快速1往復、普通1往復である。また東駅を含む六リ駅より終点千円舞駅までは単線区間である。 1914年6月15日に遅延前を目指し、延伸工事を行っていた北本線は、不合明太停車場より当駅までの区間が完成し、当駅は終着駅として開業した。開業して11ヶ月後の1915年5月1日に、パーコー停車場まで延伸開業により途中駅となった。端式及び、島式一面の複合型ホーム二面二線を持つ。 地上駅であり、駅舎はホームに面している。3階建ての駅舎の設計は、大学生によるもので山小屋風の建物である。ありがとうございます。